緊急事態発生、みんな起きて。至急管制室に来てくれたまえ。了解。あ、冷蔵の妙な紐が妙なことに。どうなってるのこれ。ありがとう。これ正直結構邪魔なんだけど、何のためについてるの？猫背矯正ベルト？ある種の芸術？そっか。なるほど。状況は把握しました。シオン。霊装たるもの機能第一、デザインの重要性も理解はしますが、そこはそれ、着脱や活動を阻害されるのは問題ですね。極地においては命取りになりかねません。緊急事態とは何事かね。技術顧問、もっとシンプルな構造にして、ズボンのお腹ゴムにして、ここを面ファスナーにしよう。何これ。ゴムウエストはダサすぎるよ。ダヴィンチさん、寄生虫をお察ししますが、ぶっちゃけ何着てようがロストベルトでは変わった格好だなと思われることに変わりないので問題ないない。確かに。あとは頭をもっと守るべきでは。ついでにスキルのチャージタイム3くらいにならない。それは諦めてください。あとちょっと君たち、ねえ、緊急事態じゃなかったの？というわけで、我々の英知と技術を結集させた新たな霊装がこちらです。動きやすさ、快適さを重視したジャージタイプ。ズボンのウエスト部分にはゴム、靴には面ファスナーを採用し、有事の際も素早い着脱が可能に。さらに特殊な術式を編み込んだ帽子で頭部をしっかりガード、高い安全性を実現しました。動きやすい。やだ、許せない。私が作ったと思われたくない。それで緊急事態って何？このシルエットは何でしょう？あれかな？それともこれかな？正解はこちら。わかったかな？次回もお楽しみに。わかるわけないじゃん！